本の自衛隊が誇る F2 との差が歴然すぎる、と話題になっている、警告の戦闘機を知っているか？知ってる知ってる、ポンコツ16でしょ？ KF16 だぞ、正しく覚えてしっかり受験に備えるんだぜ。試験に出ねえし、受験生じゃねえし。ということで今回は、差が歴然、韓国 KF16 戦闘機の整備レベルと、日本自衛隊 F2 の違い、世界で最も高い品質と称賛されてきたのが日本製品をお送りするぜ。お願いね。それでは皆さん最後までゆっくりしていってね。冒頭でも話したが、世界には様々なポンコツ兵器があるんだ。ふむふむ。例えば、2021年4月、インドネシア海軍潜水艦ナンガラが沈没したニュースなんかがいい例だな。いい例ですね。ありえないことだが、この時は船体が3つに折れていたんだぜ。どんな折れ方だよ。そんなナンガラは1978年当時の西ドイツで建造された船体で、慣例40年に及ぶ古い船体だが、2010年、渓谷で近代化工事を受けているんだ。あの渓谷でですか？ああ。その時、潜航深度240メートルから257メートルに改めているが、当時の渓谷での改修工事の品質に疑問が寄せられているんだぜ。そりゃそうだろ。渓谷での改修工事とか嫌な予感しかしねえ。しかも、インドネシアなどでは、渓谷での潜水艦近代化工事後、溶接不良により工事を受けた潜水艦の稼働率が落ちているのが問題となっているんだ。これはひどい。まあ、こうしたことがあれば、特別な管理を敷いていくことも本来の品質保証のあり方なわけだろ？普通はね。また、根本的問題としては工事する国の産業全般のレベル、さらには社会全体のレベルが問われることになるわけだ。しかし、渓谷ではその辺は問われないと？そうだな。それが渓谷という国であり、渓谷クオリティなんだぜ。この低クオリティは、後世に残さなければ白目。さて、そんな後世に残すべきなポンコツ渓谷の、KF16 戦闘機の近代化工事では、金銭トラブルが起きているんだ。ふむふむ。しかも、金銭トラブルの陰にあるものは、恐ろしいものだったんだぜ。何があるのよ？実は、現在、渓谷 KF16 戦闘機の近代化工事で、受け負ったアメリカの英国系企業 BAE システムと金銭トラブルとなってしまったんだな。これはバカですわ。まあ、この背景には、KF16 導入時のロッキードマーチンとのメンテナンス契約に問題があったとようなんだぜ。やっぱりねー。おまけに、これまで KF16 を渓谷軍が運用してくる中で、メンテナンス中には共食い整備といわれる部品取りに使われていた機体もあったものと見られているんだ。部品取り、笑わせるなよ。そんな部品取り大好き国家の KF16 は、日本の F16 の再設計ライセンス生産が基本の F2 計画とは違って、アメリカの FMS 対外有償軍事援助によって導入されているんだぜ。それって何か問題があるの？これにより、修理部品はアメリカ本国での修理となるんだ。アメリカまで持っていくの？ああ。しかも、それには数ヶ月かかるので、修理に時間がかかるんだぜ。これは本物のバカですわ。そこで共食い整備などの必要性が出てきてしまうのだが、このアメリカの制度では様々な問題が警告で起きているんだ。問題起こしすぎだろ。そもそも、KF16 が近代化工事を行う際、まず飛べるようにする整備の必要な機体を多く抱えていたのも問題だしな。飛べないのに警告が誇る戦闘機だというね。ああ、そうしたことで KF16 の稼働率は半数程度とも言われているんだぜ。稼働率半数とかお笑いかよ。まあ、その辺はアメリカの FMS の問題点もあるが、品質保証についての警告国内の認識の甘さが社会全体にあると言わねばならないんだ。しかも、軍事技術についてアメリカに依存している警告軍が稼働率の低さを問題としてこなかったことが、警告の品質レベルに対する社会認識なのもまずいんだぜ。まずいですねー。これは汚職が政治の裏で行われていることを国民全体が認識していながら、特段に問題として取り上げていないのと同様で、社会の劣化につながることなんだな。まあ、その辺、警告はすでに全体的に劣化してる国だからのダメージだけどね。さて、話は変わるが、人類初のジェット旅客機でハビランドコメットの空中分解というものも説明していくぜ。なんそれ？この半世紀余りの間に世界中で航空機のジェット機化は、戦闘機に始まり大型爆撃機まで進み、ついに旅客機にまで進んでいっただろ？そんな中、イギリスのデハビランドコメットが人類初のジェット旅客機になったのを知る人は少ないんだぜ。世界初ってそのコメットちゃんなんだ？ああ、当時の旅客機の名門ダグラスが最初ではなかったんだな。知らなかったわ。
しかし、そのコメットが1953年頃、二度空中爆発したと思われる事故が起き、調査していくと、ジェット旅客機特有の高高度飛行を繰り返すことで起きる金属疲労が原因であると判明したんだ。なんたる問題でしょう。本当にそう思ってるのか？まあ、こうしたことから、日本の国産旅客機は IS-11 の開発においても、水槽に胴体をつけて加圧試験を繰り返すなどの処置が取られるようになったんだぜ。そうだったのね。そして、1985年、日航機が通称御巣鷹山に墜落した原因も金属疲労によるものだと言われているんだ。あの事故も？しかも、1978年に同じ機体が尻餅事故を起こし、ボーイング社の監修の下、日本航空整備で補修されたが、その時の工事の一部が間違っていたためにリベット穴一つに力が集中してしまったんだな。そんな前の事故と工事が原因なの？その結果、金属疲労を招き、キャビンの油圧空気の破裂でビブを破損、4系統ある操縦系統すべての油圧が抜けてしまったんだ。それでどうなったんだっけ？パイロットはエンジンだけで懸命に操縦したが、羽田に帰ることも不時着することもできずに御巣鷹の尾根に激突してしまったんだぜ。そんな、震え。このように、作業に対して厳しい目を向けている中でも起こりうるミスなんだな。これを防ぐのは高度の品質保証技術しかないわね。だが、品質保証で特に溶接欠陥を見抜くことは至難の技なんだぜ。ベテランでも？そうだな。ベテラン溶接工は容易に溶接欠陥を捉えることができても、検査ではレントゲンや高周波などを駆使しなければ発見できないことがあるんだぜ。そんな。そのため、造船での溶接欠陥防止に最も適切なのは、作業条件を正確に定めることだ。作業条件？ああ。溶接面の清掃、1、作業姿勢など、できる限り標準作業に近づけ、作業をマニュアル化しておくことだな。ふむふむ。それでも最終的には職人の腕が品質を保証することとなるため、国家試験を広く制度化するなど、社会全体でレベルアップしていくことが必要なんだぜ。国家のレベルアップのためには社会から変わらないとね。さて、最近、日本企業が家電などで警告企業に追い抜かれているんだ。ふむふむ。どうやら、品質にこだわりすぎているとして、品質に多少の懸念がある技術であっても決断を早くしないと業績不振を招くとの考えが台頭してきているんだぜ。でも、品質落とすのはねえ。まあ、販売政策でも、購買力の低いユーザーに構わず、可能性の高いユーザーに絞るとのコスト関連から、営業施策を捉えており、2回以上のユーザーへのアタックをしなくなっているんだ。それで大丈夫なの？いや、これが、それは逆に中長期的市場の縮小を招いているんだぜ。ダメやんけ。しかも、金融知識のグローバル経営者が資金効率最優先で経営するため、品質絶対の考え方から売上優先の考え方にシフトして、社会全体のビジネスモラルを計画的に落としているんだな。それやばくない？これは、ネット時代のビジネスモデルのプラットフォーマーに多く見られ、第四次産業革命が進行している現場では、製造業の現場の品質劣化を招いている実態があるんだぜ。今風な考え方のビジネスマンもよしあしね。そうだな。これまで品質保証を最優先としたことで、世界で最も高い品質と称賛されてきたのが日本製品だからな。それが日本の強みですし。そんな品質の良さは折り紙付きの日本で、F4 ファントム2のノックダウン生産が始まった頃、三菱重工で行われていたジェットエンジンのオーバーホール作業は、すごい技術の宝庫だったんだ。そうなの？エンジン部品は全くのバラバラで、ジェットエンジン部品のレントゲン検査で亀裂が見つかり、補修していたんだぜ。すご。その溶接補修をした箇所を見てみると、補修の後は明白なのだが、むしろ周囲よりも強度は上がっているようで、納得がいく工程と出来栄えに仕上がっていたんだ。これはジャパンクオリティ化称賛。また、F2 支援戦闘機についての品質問題もあったんだぜ。どんな問題なのよ？翼に亀裂が入ったレーダーの性能が低いなどだったんだな。ふむふむ。そもそも、F2 の翼は F16 のものより拡大されており、素材もカーボンを使用して軽量化を図ったものだ。そうなんだ？だが、亀裂が入ったのは強度試験用機体であり、飛ぶことはなく、各種の荷重を特別にかけて破壊するかをテストしたものだったんだぜ。壊れるまで？そうだな。このように壊れるまで試験する機体であり、量産機で亀裂が多発したレベルのものではなかったんだな。実用試験機での問題点発見だったのね。ああ、逆に警告系 F16 の根深い品質保証の雑さと、低レベルな整備状況は日本に追いつくことさえできないんだぜ。逆に日本の品質保証に関する社会のレベルの高さを示しているのね。
さて、そんなジェットエンジン製造技術において半世紀ほど前、F-104J の J79 エンジンからライセンス生産してきて、このほど次期戦闘機 F3 向けに XF9 エンジンを独自開発した日本。さらに言えば、戦後10年ほどもブランクがあったとしても、太平洋戦争前、世界レベルの飛行機やエンジンを作ってきた日本工業界。この辺はやはり日本がアジア1位である理由なんだぜ。世界でも1位が取れそうですし。それに比較して、このほど次期 KF-21 戦闘機で初めてジェットエンジンライセンス生産を経験する警告工業界の技術レベルは、比較しようもないレベルなんだ。相手にもならないわ。品質保証は人命尊重が基礎にあることを知っている日本と、お金のためなら人命は二の次な警告や C 国。どっちが勝者かは歴然なんだぜ。皆さんもそう思いますよね。コメントお願いします。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。